ヤっホーヤッホー元気ないね。初めての番外編ってことでね。はい。あの、今日はね、いつもと違って、いつもね、テーマについて話すんですけど、要は、せっかくね、コメントたくさんいただいてるんですよ。あの、配信開始して、もう10本ぐらい、10本近くですね、配信して。ありがとうございます。いろいろコメントいただいてるんで、はい。いくつかピックアップして、読みますんで、よかったら。 それに対してさらにね、コメントいただけたらと。うん、あ、コメント価値観の交換じゃなくて。<laughs> 何本何、<laughs> コメント1個しか読めない。そもそも何のこれっていう人も多分いますよね。あ,あ、そうですよね。あと、うん、何のテーマに対してのコメントかみたいな。うんうんうん、いや、その討論カフェって何みたいなとか。あ、そこはじゃあ今日後半で、うん、はい、討論カフェ でそもそもみたいなその期限みたいなのも話していけたらですね。じゃあコメントいくつかじゃ先にコメントからお願いします。はい、2月2日に配信したんですけどその、うん、早速ねその日に、えー、いつもお世話になっておりますそうあさんからですね。おもしかった。うん、誰も難しい言葉で話してないし発言がみんな自由でいい空気感楽しみな番組が爆誕して嬉しいということですね。おおありがたい。そうですね。いいねをした気がする。 難しい言葉は使えないんだよね。でも価値観バラバラだからね。そうですね。3人がね。そうですね。やっぱり、そうね。分かりやすい言葉でね。お願いします、今後も。はい。それは配信なので、少しは意識はして。難しくなってきてるぞというツイートもぜひしてもらったら。あ、X か。ね。コメントをもらえれば。はい。 じゃあ次いきますね。えー、のぞみるきさん。えー、面白い番組が始まって嬉しい。自分を大切にする。最近考えてたのは、自分に対して友達のように接すること。優しい客観性を取り入れるイメージで。ということですね。<ー>うん、自分の感想もいただいてるって感じであ自分の考えも言っていただいてるって感じですかね。自分に対して友達のように接する。るまあいいんじゃね <laughs> 自分の行動に対して親友のように言うって感じで、うん、こう天使と悪魔が「悪魔もおるじゃん」天使も悪魔もなんか意見一致してでもそれさ <laughs> 友達への接し方によるよね各自のねあ,あそこ<け>、まあ、北九州だとちょっと暴力的な感じになる意見もみたいなさ <laughs> 意見みたいになるよね、うん、でもすごい、うん、そ,その発想なかったねうん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 じゃあ 次いきますねゆうさん自分を大切にすることと他を大切にすることはトレードオフ自分の納得感があるかが大切、えー、ちなみに私は自分をめっちゃ大切にできてる自分のご機嫌が最優先よき問いでしたこれからの放送も楽しみということですあ楽しみって嬉しいねうんでも大切にできてるってご機嫌だって言えたらなんかすごいいい気がしたけど、ね、いやなんかね、うん、俺ねこれ 放送、うん、というかその収録した後にいろいろ考えたんですけど、自分が幸せな状態の方が、相手のその周りに対してあの優しくできるし、うんうん、自分が幸せじゃなかったら、相手に対、その周りに対して厳しく接するみたいなことはあるなと思って。だから、トレードオフだと思って、その収録は 話したんですけどその,米の話とかも、うんうん、でもそうじゃないパターン結構あるなって思ったんですよね。おーあれだよねその時はこう言ったけどいろんな考えが出てきたみたいなねわ、うん、かる私もコメント見ながらあそれもあるなとか思うぐらいだから。うんうーん なるほど。次いきますね。富士山。えーうん、富士山って富士さんですね。<laughs> <laughs> 富士山、えー。討論できる雰囲気を作るのは討論の障害の一つであるが、この三人の雰囲気はいい感じで好きだ。ですね。おー。どんな雰囲気なんだろう。まあやっぱね、うん、結構戦いみたいになりがちなんじゃないですか、討論<ー>っていうとイメージ。でも 価値観の交換ですからね。はい。そうですね。なんか全然違う価値観の方が、うおってなりますもんね。うん。ウェルカム。ウェルカム。えっとね、二個目、二個目かな、ゴミのやつちったじゃないですか。あれの感想で。はい。ノざんざんさん。うん。え、背景はないが、土壌ある。しかし、土は捨てる。はい、どういうこと。その、え。ごめん、意味が分かってないかも。え。のんさんはこれ導入で。うん。 これ背景ないんですみたいなでもこのそれが浮かんだ土壌あるんですみたいなか、ね、いなら<え>土壌ってそれ背景じゃねえのかっていうのは多分ツッコミだと思うんですよ。<laughs> でも土壌って土になんとかって書くでしょうん、うん、でもしかし土は捨てる。<laughs> 土を捨てるっていうのを書けて言ってくださいす <laughs> すごいね。<laughs> もう漫才できますよその人多分。 あのね、<語>これをね、説明されてしまったことによって、彼はね <laughs>、うんあの、説明しないでくれって思って,て、はい、<laughs> 今,今,今,今それは説明せず、文字を見て、はい、ああ、うまいこと言うなっていうのを多分感じないといけないんですけど、<laughs> なるほど説明されたくないやつだと思うんですよ、ね、<laughs> <laughs> いや、ぜひぜひ、わかりにくいのください。<laughs> は,いはい。じゃあ、次いきますね。文章を書くことは必要の回で、千歳さんからですね。 メモが単語になるのがとてもわかりますすぐに文章を作ってメモを残せる人はすごいんのんさんがメモが難しいみたいなことして、えー、共感してくれる人がいたんだ嬉しい、うん、単語だと、うん、あの忘れて何の何のことだったっけってなることが何回かあってあの文章化していくんですよみんなどんな単語だけでずっと覚えれる人は、うんうん、多分ずっと単語だし えないっす学習してないみたいな。違う違う。単語でいけるっていう能力を持ってる人もいや、持ってないよ。持ってないのに、単語で書いて。それは学習してないでしょ ?150 人とかやったよね。確かね。あの時話したのはね。じゃあ、次いきますね。品、品の回がありましたね。上品って品、品って何だろうっていう回で、山芋さんからです。上品度をしゃなりしゃなりで表す。面白すぎる。ということで。 おぉしゃなりしゃなり。最初に私がイメージで言ったやつか。はい。覚えてますかなんか。私は上品度を表すとかだと思ってた。うん、っつっから、あ、じゃ表してくださいと。しゃなりしゃなり。<laughs> どうじゃねえじゃんみたいな話が <laughs>。あったんです、ね、そうやね。うん、三しゃなりって次から言うようにな <laughs> 三しゃなりね。うん、はい。まあまあ、こんなところですかね。ちょっとまだいろいろありますけども、うん、お時間の都合上、ね、あの、 いや私も結構見つけたら見てますこ今こうねこうい多分その場では見たと思います、うん、コメントある時は嬉しいなと思いまのーうん、ね うん、感想とセットでいただけると嬉しいですよね。うんうん、あそんなふうに思ってるんだなとかね。ぜひぜひいろんなね価値観を知れるのが助かりますよね。うん、あとね、うん、イベントにも参加してくださった方がねこれを聞いて感想結構いらっしゃってそ,その感想とかも、うん、えとツイートっていうか、うん、ポストしてくださってる方も結構いて。うん、グリさん <laughs> うんえー、昨日、討論カフェに参加させていただきました、はいえー。テーマから話の枝葉が広がって、参加者皆さんのお話がどんどん積み重なっていって、とても気持ちのいい体験でした。また折を見て参加したいと思います。ああ<ー>、なんて文章力のある人なんだ。綺麗 <laughs> 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 な言葉遣いで。<laughs> う<ん>積み重なってですって。ねえ、うん。グエルさん、面白かったな。本当ですかうん。 今度ね来てほしい千歳さんもねさっき読み上げた千歳さんも参加してくださったみたいで「討論カフェに参加してとても面白かった」「価値観の交換をすると自分の考えが整理されるからすっきりする」「また参加したいです」ってことですね。そういうふうに使ってる使って時々来る人って結構いますよね配信する前からもね。確かに。に多いですね23ヶ月に1回来るみたいな。 結構なんかね、普段アウトプットする機会が、自分の価値観をアウトプットする機会がないから、ここで言うみたいなね、うんうん、人もいますもんね。はい。もう一個だけ思うかな。花さん。うんえー、初めて会った質疑のこと、全く異なる方たちと一つのテーマから議論を深めて、だんだん各々の思想が見えてくる体験が面白かった。思想の違いを認識したときに、それ以上議論することは、日常生活だと圧力を生む可能性が高いので難しいけど、討論カフェだと自然と話が奥に進んでいく感覚があって楽しかった。 ってことですねなるほど。確かに。このはなさん、多分自分も参加した。ああ、そうですい。ですよね。どうでしたか楽しかったですかいや、あっという間でしたよね。オンラインで90分なんだけど、あもう終わっちゃうぐらいね。ですね。うん。これね、毎月、月6回ぐらいやってますよね、いろいろとオンラインが4回と、リアルが2回ぐらい。あ、そうですね。はいはい。 なんで、概要欄の方にありますんで、うん、まあ、一緒に話してみたいという方、いらっしゃれば、ぜひ、ご参加いただければと思います。ということでですね、今日は、討論カフェってそもそも何なんだよねなん、どうやって始まったの、ね、みたいな話を、うん、今日は皆さん、エピソードをね、その誕生日話な聞きたいんですけど、うん、いいですかどっから話せば、この討論カフェって説明つくんですか。うんえー、なんか緊張してきた。えー、いいよ。 いきなり討論カフェで誕生しないじゃないですか <laughs> 何かきっかけがこう文脈がねう今日は文脈をねはいはい、はい、まあそうですよね最初はなんだっけユンが言ってくれてたよね,最初ね <laughs> なんかその僕が聞いたのはノン <laughs>、うん、さんが寮であの大学時代の寮でんか夜な夜ないろんなことについて話してたみたいなのは聞いたんですよね。<laughs> あ<ー> <laughs> 大学で <laughs> 女子寮でしたっけね、いて、みんなで仲良しグループで喋り場みたいな感じやってたんですね。あったね、喋り場。真剣に10代喋り場ありましたったそんな感じじゃないでそうで、ある日、選挙のニュースを4人ぐらいで見てて、激論になったわけ、選挙になんでいかんのや、みたいな。18、19ですよね。なんかね、私が多分ヒートアップしてたんだけど。 でみんないろいろ意見を言ってね、結構盛り上がってたっていうか、はい、なんか意見が活発にやってたんだけど、一う、うん、人の友人が、私選挙権ないよねって言われて、うん、めっちゃ仲良かったんよ。うん、ただその子が在日のねうん、うん、中国の方で、うん その選挙権がなかったっていうね。うん、で、それで、あこんな仲良い,い友人のそういう事情も知らんし、うん、なんなら選挙権がない人のことも、今、頭の片隅にもなかった。あこの世には私の知らないことが無限に広がってるっていう、なんかね、ビビビ,ビときたよその時覚醒した瞬間だった、ね。うん、いや、もう本当、覚醒した。次の日、すぐそのメンバーで、はい、あの、 何ポットと紙コップとインスタントコーヒーの素を持って大学のスペースを陣取って始めたのが討論カフェ。うん、えその夜、<laughs> 稲妻が落ちるじゃないですか。<laughs> なんで次の日にはもうポット持ってるんですかその4人をなんか言ったんですかイベントやろうとかなんか言ったんですかああ <laughs> これ大事じゃないこうやって話すの大事じゃないみたいな。うんうん、これも明日やろうみたいな。わ、うん、かったああみたいな。いいねみたいな。うんうんうん あポットるみたいな「紙コップある」とかって <laughs> 次の日にえその4人なんですかメンバーは、うん、確か次の日だったと思うけどな感覚的にはでもそれぐらい早かった、はい、1>, 1週間以内とか早かったと思うどこであるんですかそのスペースなんかね大学に和室があったよ、うん、みんなが勉強したり寝たりこうリラックスできるそこにいる人たちをちょっと <laughs> ちょっと、<laughs> ちょっとどいてくださない <laughs>。最近話をするから、ねうん、<laughs> ちょっとどいてくださいってお願いして、うん、出てってもらって、で、そこで、あの、何人か。あ、なんか知り合い呼んでるから、やっぱ一、一、二週間後だろうな。感覚的にはもうすぐ始めた。その時も討論カフェで名前あったんですかないです。何て言うの喋ろうよって誘うの。な、なんだろう <laughs> いや、喋ろうよとかない。 私がイベントするから来てみたいな感じ勢いだけですね。おイベントだから来てねって,ってそこに呼んでるわけで何だろうと思って来るんだしゃべる感じとか言うよしゃべるしゃべるしゃべるイベントみたいな、うんはい、でとりあえず学分も超えて誘ってはいはいはいまあ10人は来たかなへ、うん、えー、結構来ましたね、うん、4人プラス10人ってことうんへえーうん、あ4人だけど4人のうちいや 4人のうち1人はお客さんで来てくれて3人でやったからはい、はい、3人はうん3人はだから十何人いるってことでしょそう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 ,そうで、ど,どう十何人で喋ったんですか5、6人ずつ分かれて、はい、2組目に、うんうん、で、なんとその1対1回は私ディスカッションに入ってないんよえポットでなんか入れて <laughs> 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 おもてなしだけお,お茶入れるだけやったよ <laughs> 入るけど、はい、ずっと入れんし、うんはい、あ全体を見ないといけないって思ってたんで,、ねうん、でお題も出さないかんし、うん、あお題とかもあったんだお題はねなんかチラシの裏に書いて、うん、あのよチラシのチラシをとにかくチラシの裏が白いのあるじゃん、はい、あれを4枚ぐらいにカットして4つお題を作って引いてもらうどれがいいでしょうみたいな感じで引いてもらうっていう感じでお題を出した、うん、はいそしたらそこで なななんかか命の話にったで人の命を救えるかみたいなそういう話になって実は自分はそれを意識して救命救急の歩行を受けていつでもありますよねシートを持ち歩いてるんだってみんなに見せられたよねみんながそんな発想もなかったしそのシートの存在も知らなかったとかわーって盛り上がってたのすごい。 なんかもう、本当にもう、初めて会った人もいるんだけど、うん、それを見たときにね、感動したんや、なんか。うん。さらに感動したんすね <laughs>、うん。自分に落ちた稲妻みたいなのを、客観的に見ながらも、<laughs> 怒ってる、今ここ怒ってるぞ、この稲妻がたいな。そう。そう。うん、そうあ、二つ目の稲妻を落とせたぐらい。<laughs> <laughs> <laughs> 自分が受けた稲妻を人に落としてる感覚よね。で、 まあ、一応300円取ってやったんだけどその時、はい、そのまあ一応場所代もないし300円もらったらコーヒー代も出るし、うん、まあ続けれるなと思って続けやったってそれを機にじゃ、うん、結構継続していったって感じなんですかねそうね年に年に多分10回うん毎月ぐらいでしてたと思うけどいつ討論カフェって名前になるんですか いや数か月はかかったね確か名前のないイベントだったって感じなん名前ないのに集めるの結構大変あに、ね、お願い来てっていう喋る感じのやつやるからでも300円もらおうからって<笑><笑>すごいないや300円はね来たらあ300円っていうだけよ <laughs> なるほどね会費言わずに呼んで会費提起するんだ<笑><笑>来たら 300円って言ってコーヒーがあるからさ、うん、お菓子とか、うんうん、<laughs> そうねフライヤーとかもないしそうそれがスタートやね本当のスタートやね今言ってるのはなんで討論カフェだったんですか いやなんかだいぶ経って名前つけないかなとは思ってたんだけどなんかね安易につけれなかったの名前をしばらく経つとね名前つけづらいですよねあと当時やっぱ喋り場とかあの現にそういう喋るっていうイベントとか番組とか結構ね活発だったけどありましたね外国人めっちゃ集まってるイベントイベントじゃ番組ありましたもんめっちゃ好きだったねここが変だよねそう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  そそうそうなんかね結構そういうのももちろん潜在的に刺激受けてたと思うしうん、うん、でもそこと同じようなネーミングとかおしゃべり系の雰囲気の名前にはしたくはないっていうなんか謎の意識があってなんかねある日突然降ってきたんよまたまたはい <laughs> 文脈はなかったんですね <laughs> 文脈ないあの西鉄バスで、はい、あ,あ,あそこ覚えてんだ、うんうん、覚えてる覚えてる土壌あったんですか <laughs> あったと土壌がねそうで雨が降ってて外を眺めてたら降ってきたんよ討論カフェって降ってきた何本当でバス降りて寮に帰るじゃんその討論カフェのね一緒に始めたというか最初のお客さんだった友果っているんだけど友果に「 か名前決めたわ、討論カフェみたいな。うん、興奮して喋った記憶がある。へぇ、えー。そしたら何て言ってたの第一声向こうは。 いいねって言ってた。なんかね討論か本当ね私の言ったことねいいねって言ってくれるんよ。まあ彼女はね後の創業メンバーだけど。そう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 。で討論カフェとなってまあそのイベントが続いていくそうなんかね討論っていう言葉を多分入れたのは今だからねちょっと後付けかもしれんけど確かね。 なんかちょっと真剣な話とかうん、うん、少しぶつかり合ってでも話そうよっていう思いみたいなのがあったんよ。はい、なんかまあ安心安全みたいな場も大事なんだけどやっぱ危険なこともあるじゃんこう、うん、意見とか価値観出し合うって、うん、そういうなんかぶつかるかもしれないというリスクを許容するしてほしいという意味もあって。 うんあとこう、ね、ちょっと真面目な話政治とか経済とか難しいって価値観を出してくれないとかそういう人たちも当時何回かして感じてたからそんなね時にはわからんなりに経済とか政治も話すだけ話してみようやみたいな,なんかそういう思いがあったなっていうのは振り返ると思います。うんうん それをカフェで柔らかくしてみたいな。あそう、ありがすかね。そうです、そうです。まあ、最初からポット持ってきましたね。カフェに対する熱いものありますからね。おはね、300円取ろうと思ってたんだけどお金を取るために、その代のサービスを提供り見えるサービスを提供がよくわかんない。何が動機だったかわかんない。でも、ポットと紙コップはちょっと絶対必須だねってなって、そうかもね、まあ。イメージがあったんでしょうね、話してる時のイメージう だから,多分ほら私動画で浮かぶからさ動画通りにセッティングしたうん。<laughs> 動画通りね。<laughs> なんかもうトラブルとかなかったんですかその要は素人がさ、うん、危険な話をする場を作っちゃったか <laughs> 危ないなってもた <laughs> から思うんですけど。 もうなちち,ちと肉となってるけど、はい、二度と喋りたくないって言われたりとかあ<ー>やっぱ相当ね自己どころじゃないねもう本当に。<ー>とか長文の手紙でこのイベントの問題とかをもらったりとか SNS とかない時代だから、うん、もう手紙2枚とかでもらうよね。 ガチめのクレームですね <laughs> <laughs> とか全く話さずに帰るとかいう人もいたし、はい、やればやるほどあと一人で喋り続けて終わるとかもああ演説みたいなねそうそうそうでもその時にあの勝手に生み出したのが隠れディスカッションコーディネーターっていうのをねはいはい生み出したんよはい、はい、隠れディスカッションコーディネーター、うん、今ついてないですよね ついてない今ディスカッションコーディネーターっていうのがありますよね。ゆうんくんも、はい、あのウェミズくんもディスカッションコーディネーターですけどあのそうね隠れを作った。その要はうまくいかないものをまあファシリテーションとは違うけど自然とこう活性化させるみたいなやつですよね。あなんかね問題点がだんだん分かってきてたから、はい、常連さんとか自分の友達にちょっとさ あの人全然喋ってなきゃ話振ってあげてくれんとかなんかちょっとスパイをね送り込んだんか参加者にお願いしだしたっていうのが最初あそうなんだそう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 でそしたらみんなが簡単にできんよって言い出してじゃあちょっと勉強しようってなって会話とかで勉強会ができたよへえそれでいろんなこう なんていうかな大事にするポイントとかスキルとかそういうのまとめていった今のノウハウはそこからスタートしてて話きれんしあの人の話とか言ってうん、うん、どうやって人の話聞ったらいいかなとかうん、うん、<laughs> みんなで技を編み出していったんだそうそれもね、うん、勝手に大学の教室に何時に集まってるとか言って <laughs> <laughs> そう、うん、そう始めた 討論カフェとじゃあディスカッションコーディネーターはなんかセットなんかですよね。だから今も討論カフェには必ず私がいるんですけどねうん、うん、やっぱりその,その場が価値観の交換がどんなのかっていうのはさわからない人もいるから、うん、こうなんだろうな戦ってしまうとかねいっぱいいろいろあるじゃないですか、うん、でもそれをできるだけあのお互いの意見を交換できるように。うんうん 今も勤めてますなるほど。なんかね、そこからどう会社につながるんかみたいな話もしたいですけど、長くなりそうなんで、また次の番外編とかにそうやね。ちょっと持ってったから会社までは長すぎる。長すぎますね。まあでもね、今回のテーマ、討論カフェってなんで誕生したのかってとこを話したかったんで、聞けたかなと思うんですけど、また次の番外編とかで続きというか、 なんで、その討論カフェから起業に至るのかって、そこがどう接続するのかみたいな話は、また。ぜひね。番外編なんでね。気楽に。うん、気楽に。だんだんね。あとさ、ユンとの出会いとか、あそうですと出会いとかも。そこまであと何年ある ?10 年ぐらい多分行くんだよ、そっから。だからだいぶあと番外編の15回目とかにするね。そうだね。結構ね。 長いね。そうですね。まだ創業もしてないですからね。そうね。まだ創業もしてないね。まあこれはだから番外編で追っていきましょう。よ時間軸で。そうだね。ぜひぜひ。なんかそれがね。シャシ、シャシ。どの辺で登場するんやろね。四とかね。でも自分は結構早い。あ、でもそうでもないか。でもよ、四、第三話ぐらいには登場しそうな気がするんですけどね。